はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日はサカドボーイズ潜入中なんですが、翔平がマウンドへ上がっております。3年生とカウント2ストライクから対戦となります。普段はね、打者で対戦することが多いんですが、この日は翔平ピッチャーとして対戦します。はい、まず三振に奪っていきます。スライダーかな今のは。そうですよね、多分まっすぐは抑えて投げてると思うんですけれども、なんでスピード感はね、中学生と同じぐらいかなとは思うんですが、やっぱり大きく曲がるスライダーっていうところで言うと、まあ、なかなかボーイズ選手でもいないんじゃないかなと。はい、そしてこれフラフラッと上がった打球がしぶとく落としていきます。ナイスバッティング。ランナーもサードへ。そうですね、ランナー2塁でのケースバッティングとなります。はい、そしてお次のバッター、打った、ナイスバッティング。ショートの頭越えていきます。センター取って、これをバックホームに返せない、タイムリーヒット、ナイスバッティング。いいですね。さあ、このね、めちゃくちゃ暑いんですけどね、この日翔平長袖のパーカーを着て投げております。この時ね、あの半袖ないのって、あの車探したんですけどなかったですね。はい、そしてこれサードゴロです。そしてね、これはい、送球間にランナー進塁、ナイス走塁です。これなんて言ってるか分かる人いますかね、独身術分かる方ちょっとコメントお願いします。はい、そしてお次のバッター、これ緩急使いました。はい、あのめっちゃ笑ってますね。笑ってますね。はい、これがね、大人なピッチングというやつですかね。はい、ファウル。そしてお次の球、打った。これが抜けていく、レフト前のナイスバッティング。いいですね、振り抜きましたね。いいバッティング。はい、そしてこれ高めのボールを、これわずかに切れてファール。いいですね、逆方向にね、意識がありますね。さあ、ファールの後、これがショートの横抜けていきます。強烈な打球。さあ、センター追いついて、はい、内野返すだけ、セカンドランナー生還、ナイスバッティング。はい、そしてこれがライトに大きな打球だが、これはライトライナー、ただね、セカンドランナーは三塁へ進んでおります。いいバッティングです。はい、思いっきり振っていく、いや気持ちいいスイングですね。ナイススイング、三振とはなりましたがナイススイングです。はい、これがファールとなります。おっと、チャラいな強襲、これをセカンドがナイスカバーです。いや、いいカバーでしたね。うん、高級のね、強襲は怖いっすよね。おっと、あと10人ぐらいと対戦となります。多いですからね、サカドボーイズの3年生は。はい、これ三遊間を破る当たりでヒットとなります。ナイスバッティング、いいですね。さあ、お次のバッター、これ逆方向へ進塁だ。これね、送りバントで一緒ですからね。はい、この打球はファーストが声をかけてがっちりとキャッチ、ナイスファーストです。さあ、ちょっと疲れてきたかな、翔平さんも。これがどうだどうだ、ギリギリ入ってる、見逃し三振。今のはまっすぐだったんですかね。もう疲れてるね、さすがに。まあ暑いですからね、この日本当に暑かったんですよ。これがファール、ちょっとインコース抜けた感じですかね。はい、そしてこのバッティングはレフトフライ、3年生全員との対戦終了です。まあこんなもんでしょう。だいぶスライダー引っ掛けてた。そ
そうですね、ちょっとまあ久々の公式だし、公式投げてないからね。まっすぐは良かったんじゃないか、メインとあと抜くボールで、うん、はい、そう、あのなんかスライダーに手こずってるイメージはあった。そうっすね、ちょっとスライダーちょっとね、でもまっすぐ抜けないようにっていう意識でやったらちょっと行き過ぎちゃった。なるほど、前で離しすぎた。そう、いやでもいいボール投げてましたね。無理っす。でもみんなよく打ったね。やっぱこのね、こちらですね、こちらをね塗って投げたところここまで投げれました。はい、ありがとうございました。これいいっすよ。あ、これいいですよ。はい、全然投げてないからね、本当に、まあね、最近、うん、野球もできてなかったし、逆にその手投げれたんかもね。そうっす、やっぱこのあのクリームのおかげっていうのもあるかもしれないです。あとはまあ周りのね、守備の人たちの大きな声がね、声援となりまして、うん、はい、頑張りました。ナイビッチです、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうだった翔平さんと。早かったです。少し早かったです。まあね、あれでも久々投げてるから、すごい。じゃあね、でも多分まだもう全然ハイプちゃいるでしょ。はい、まあ明日大会だと思うんで、生きた球見れたと思うから、明日頑張ってください。はい、はい、お疲れでした。はい、お疲れでした。ちょっと眩しいと思うけど、これ上見える？どうだった翔平さんの球。すごい良かったです。いや、具体的じゃな。めっちゃ伸びありました。伸びあった。伸びあったよね、めっちゃ伸びあった。めっちゃ伸びてきました。オッケー。じゃあね、明日大会だよね。はい、はい、じゃあ伸びな、そのね、伸びある球見れたと思うんで、明日はバチバチ打ってください。はい、はい、おいおいおい、ナイバチでしょ。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？早かったっす。でも打ってたよね。打ててよかったっす。思ったより球を押せる。いいね、なんかインタビュー、本当のインタビューみたいなコメントくるな。じゃあね、でもあんまりこの速さいない。いや、いることよ、はい、まあでもあれか、伸びが違ったりとかもするのか、球質が。あと多分ピッチャーのガチのピッチャーの球も見れたと思うんで、明日はたくさん打ってください。はい、はい、おです。リベンジ、リベンジ。